アルバート通り2012年1882年のアルバート通り、アルバート広場のボリストグレブ小聖堂とアルバーツカや地下鉄駅アルバート通りは、ロシアモスクワ中央区のアルバート広場から南西 1.2km、スモレンスカヤ広場までの繁華街で歩行者天国になっている。アルバート通りは少なくとも15世紀からあった記録があり、モスクワでも最も古い通りの一つで、 交易路であったため、多くの商売人が居住していた。18世紀になると貴族たちが好んで邸宅を構える通りになった。1812年には、ナポレオンのモスクワ侵攻の際の火災によりがいは、怪人に返したが、その後すぐに復興された。19世紀末から20世紀初頭にかけては、プチブルジョは芸術家、学者がよく出入りするところとなった。ソビエト時代には、 高級官僚が住んでいた。1957年から1963年にかけてはアルバート通りのすぐ北にノーブイアルバート通りが建設された。1980年代にはソビエト連邦で初めての歩行者天国となった。ペレストロイカの時には若者たちが好んで集まる場所となりハードロックカフェなどもできた。アルバートの名称の言われは諸説あり。 はっきりとわかっていない。地下鉄駅としては、フィリオフスカヤ線及び、アルバーツコポクローフスカヤ線のアルバーツカヤ駅、スモレンスカヤ駅がある。ありがとうございます。